ちょっとお前、お前死ぬぞこれ。後悔するな。そうか、そうか。すげえや。せや。またな、ケルちゃん。あまあまや。錦山がここに？ああ、はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。キリュウちゃん、急いではるかちゃんを追いかけないと。まずいぞ、キリュウ、追いかけよう。おい、お兄さん、一杯飲んでって。おお、
っとそうかな。あ、キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でも、なんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。どこで見た？七福通り沿いの駐車場だよ。横に移動だよ。ピットアップ。どこを狙うかが重要だよ。狙いを聞け。どうだ。横に移動だよ。どこを狙うかが重要。狙いを決め。どうだ。横に移動だよ。横に行きます。狙いを決めて。どうだ。行きます。狙いを決めて。こんなところで止めちゃって。
逃げんなって。お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません、さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った。どこかの公園とか、携帯で話してました。仕込みで遥の足取りを追うんだ。Oh!
おお、おお、おお。ノア。おお。ちょっとそこな。逃げんなって。おお。おお。目障りなんだよ。何勝手に俺なんだよ。おお。姉ちゃん、一緒に遊ぼう。はるかはどこだ。桐生さんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか！くそ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。
俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか？うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか？本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。はるかは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？カムロ町って。キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。分かった、無理するなよ。うん。いらっしゃいませ。
ほう。ありがとうございました。お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。あら、そう。どうしたの？あいつ。ちょっとお前。いらっしゃいませ。ありがとう。おお。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負、国の藩。お客さん、
小連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ張った張った。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ張った張った。ハンだろ。これはちょ、長藩駒揃いました。長ピンゾロの長。よし、やるね。入ります。さあパッタパッタ。長じゃねえ。これは長。長藩駒揃いました。長二六の長。やるねえ。入ります。さあパッタパッタ。なんだろ。長長これは藩。長藩駒揃いました。勝負与一の藩。よし、やるんだよ。入ります。さあ藩だろ。勝負勝負。これは藩。長藩駒揃いました。勝負思想の藩。やるんだ。まずいな。入ります。さあパッタパッタ。藩だろ。これは長。長藩駒揃いました。勝負死にの長。よし、やるね。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあパッタパッタ。ハン、そうじゃね。これは
長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ、これ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ、つまみだぜ。勘弁してくれ。さまあやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。
手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。本当に？うん、分かった。うん、